皆さんこんにちは、バッカンという穂高の音です。今日は登山中に携帯電話とかスマートフォンの便利な使い方を少しご紹介したいと思いますので、もしよかったら参考にしてください。まだガラケーを使っているという方もいらっしゃると思うんですけども、まず登山で使うにはやっぱりスマートフォンの方が便利で有効に使えますので、ぜひですね、ご年配の方も簡単に使えるところをマスターしていただいて、ぜひ活用していただければなと思います。僕はアップルの iPhone を10年ぐらいですかね、使ってます。で、最初はですね、今守ってるこれ一番古い僕が愛用している iPhone なんですけども、iPhone のこれ 3GS っていうモデルが、当時はまだソフトバンクでしか iPhone は取り扱いがなくて、その前は、ドコモのガラケーをずっと使っていて、初めてスマートフォンというものを使ったのがこの iPhone の 3GS になります。で、それからですね、まあ機種変更ごとに変えていって、これは 4S とかな、 4S ですね、 4S であったりとか 5S、 あとは 6S プラスだったかな、 7S だったか 7S だったかなの MAX、 7はまだプラスだったかな。で、今はこの 10S MAX っていうのを使っていて、僕がこの iPhone スマホを選ぶときにですね、重要にしているのはやっぱり電池の容量がまず第一、あとはカメラの性能もありますけど、まずやっぱり電池の容量が大きい、だから大きいタイプになるんですけど、普段使いにくいかもしれませんけども、ポケットになかなか収まりきれないとか、ちょっと大きいっていう面もあるんですけど、やっぱこの中に内蔵されているバッテリーの容量がやっぱり大きいので、僕はこの大きい、まあプラスっていうシリーズが出てからプラス、あとはマックス、今はマックスっていうシリーズなんですけど、一番大きいやつを使っています。まあ電池の容量持ち次第なので、またコンパクトなやつで電池の容量が持つやつが出てくればそれでもいいと思いますけども、一応僕は大きめのやつを使っています。山で使う、まず目的としては、僕は結構動画を撮ったりとか写真撮影で、もう本当に10年ぐらい前とか10年以上前はデジタルカメラを持って行って、デジタルカメラでパシャパシャ撮って記録を撮っていたんですけども、もうここ最近はですね、スマートフォンの iPhone をはじめですね、スマートフォンのカメラの性能かなり良くなっていて、特に動画撮影とかも山で撮影してたりとか、登山教室の中で撮影している動画はもうほぼ 100% この iPhone で撮影をして編集をして動画を公開しているというような感じで、それでも今撮っているのはソニーのハンディカムのカメラで撮ってるんですけども、ほぼ遜色なくですね、音もしっかり入るし映像もかなり綺麗になっているので、僕はもうデジタルカメラ、記録用のカメラとしても使っています。それで冬山とかで使うときはですね、この寒さで使用環境というか使用推薦温度っていうのがあって、特にこの iPhone なんかは、まあそのモデルによって違うかもしれないんですけど、マイナス5度とか、まあとにかく氷点下以下の中で使っていて、その氷点下以下の温度が、この中のですね、電池を冷やしてですね、電圧が下がると、自動的に電源が切れてしまって、使えなくなるということがあります。実際に登山中にもですね、何回もそういうことが今まではあったんですけども、最近はそれを克服するためにですね、冬場の登山で、まあ動画を撮影したりとかするときには、必ずですね、僕はモバイルバッテリーっていうのをポケットに入れてですね、で、ポケットもできるだけ体温の温かさを感じるレイヤーですね、の中に、まあ内ポケットであったりとか、胸のポケットだったりとか、そういうものがあるウェアを着て、その中にモバイルバッテリーを入れて、そこから常に給電しながら使っています。そうすると、その給電しているバッテリーは体温で温まりながら、電圧が下がらないので、iPhone 自体は使えると。要は、この iPhone 本体の温度が多少下がっても、バッテリーの電圧さえ下がらなければ、僕が使っている感じでは、電源が落ちるっていうことはなくなりました。まあ、一切ないというような感じで使っています。だから、結構長時間、5分とかの動画をですね、撮影を冬山のマイナス15度とか、マイナス20度近いような状況の中で撮っている映像も、冬の燕岳とか八ヶ岳とかの映像も iPhone で撮ってるんですけども、撮影はちゃんとできています。一度ですね、その山で試したんですけども、寒さによって電源がオフになってしまって、その時にモバイルバッテリーからケーブルをですね、差し込んだ瞬間に起動したので、もし緊急時寒い中で電源が落ちたとしても、モバイルバッテリーからですね給電すれば
すぐに使えるように僕のこの iPhone ではなったので、皆さんもですね、冬山雪山で使うときにもし緊急事態が発生して電池が普通に使っていると通話中でも電源落ちたりとかすることがあるので、そうならないようにまず給電すると、そのためのモバイルバッテリーを必ずですね、温めた状態で持ち歩いていただければ、緊急時に iPhone のバッテリーがもしなくても、寒さで電源がオフになっていてもすぐに復帰させることができますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。だから緊急時は体温で温めた状態のモバイルバッテリーをで給電すると、そんな感じで使ってください。それとですね、あと最近はガーミンの GPS も使ってはいますけども、このスマホのアプリの中で、ヤマリコさんとかヤマップさんの地図アプリ、 GPS の地図アプリっていうのも最近はもうかなり活用しています。またそのヤマリコさんとかの地図アプリを使って、あとは家族とその位置情報を共有していると、この時間にここにいたよっていう場所が山の中にいない家族にもそのデータを送るというよりは、そのアプリを開けば僕が記録した位置情報がわかる。それはあくまでこのスマホはですね、電波がつながるところにいて、そこからのトラッキングデータが送られたっていうことが条件になるんですけども、一応そういう感じでも使っています。ただあのガーミンの GPS の MAP66i も愛用していて、それは衛星通信でその自分のトラッキングデータっていうのを送って、それは家族で見れるようにしているので、スマホで使っているそういうトラッキングの登山をした記録として残すっていう意味と、あとはまあ一応こうどこまで使えるかなっていうのをまあ試しているということなんですけども、やっぱりスマホだとですね、トラッキングが開始をした後に電源を入れたまま持ち歩かなきゃいけないんですよね。オフにしてもアプリが立ち上がっている状態で持ち歩く必要があって、それが何かの拍子にアプリがですね終了してしまう、クローズしてしまうと、そのトラッキングっていうのはそこで止まってしまって終了してしまうというようなことがあります。それがその意図的に操作しなくても、そういうことが何回かあって、あ、結局トラッキング取れてなかったなっていうことが今まで何回かありました。また充電をしないで山の中でですね、朝満タンの状態で使い始めると、やっぱり電池の持ちが悪くなるなっていう感じがあって、結構早く電池の残量が減っていくなっていう感じがあったので、やっぱりそれを使いっぱなしでですね、山の中登山中に使っていると、あのモバイルバッテリーとかの予備電池っていうのがないと、ちょっとこう電池の消耗が早すぎて、ちょっとそこがちょっと気になるなっていうところがあって、まあ今のところはでもそういうそのトラッキングデータを送るということは、正常にアプリが動いている間はちゃんと送られているので、あのかなり使えるなという感じはしていますけども、やっぱりスマホのこの要は電源がずっとつなぎっぱなしでやってればいいし、またスマホ自体のこのアプリがちゃんと起動している状態をちゃんとキープできていれば問題なく使えているというような感じです。でもたまにその使えなかったなっていうことがあったということは事実なので、やっぱりそのガーミンのそのトラッキングのやつも電池がなくなったりとかしてしまえばもう同じことなんですけど、ただ衛星通信を使うので県外に入ったとしても関係なくですね、衛星通信でその自分の位置情報っていうのを送っていけるので、やっぱり今のところは僕は登山で使う中でやっぱ安全性というか、その自分の位置を常にこう外部の人に知らせている状態を保つには、やっぱガーミンの GPS で衛星通信の機能を使ってトラッキングっていうのを取っていく方が確実かなと思って、僕は捜索とかに行くとやっぱり自分もの身の安全も守らなきゃいけないので、常にもうトラッキングを送りながらですね、登山をしているような感じです。その中でもこの、スマホも使うんですけども、まだちょっと不安要素はあるなっていう感じがしています。また記録を取るとき、記録を取るっていうだけの目的であれば、ジオグラフィカというアプリがあるんですけども、登山で使える地図アプリとしては一番初めてできたアプリだと思うんですけど、ジオグラフィカで情報を取ったりとか、あとね、マーキングしていけるんですよね。その地図の中にその印をしていけるので、気になるポイントとかそういうところをマーキングして、迷いそうな分岐があるところとかマーキングをしていて、後から位置情報のポイントっていうのを参考にしたりとかするためには、ジオグラフィカというアプリを使っています。だからもう登山の時にジオグラフィカとヤマネコさんのアプリで位置情報の共有というかトラッキング、軌跡のデータを取るっていう作業をしているので、かなり電池の持ちは悪いなという感じがしています。なので必ずもうモバイルバッテリーを持っていって、常に登山中も給電している状態で使わないと使えないのかなという感じがしています。なのでまあ普通に、まあ、一般的な登山をするときは
僕はおすすめはガーミンの GPS MAP66i で衛星通信を使ってですね、月々2500円ぐらいの費用はかかりますけども、それを使って自分のデータを送っていて、で家族の方にアクセスの仕方、自分のトラッキングデータを見る方法を教えておいてもらって、時々チェックしていただいてですね、まあ夕方とかにチェックしてもらえば、例えばその日に何かトラブって動けなくなっているっていう状態になれば、その夕方になってもその場所でトラッキングされているので、それも大体その時間っていうのも そこで動いてない時間っていうのも分かるので、そうするとなんかあおかしいなっていうことになって警察に連絡してもらうとかっていうような初動早くできますので、ぜひそういう感じで使ってもらいたいなと。あとはそのスマホのトラッキングの、アプリを使う場合はまず県外のところを歩いているときには送られないんですよね。また県内に入った時に全部のデータ送られるんですけど、一度ですねその捜索の中でヤマップさんのアプリを使っていたんですけども、登山口からスマホの電源を切ったのかずっと県外だったのかちょっと定かではないんですけども、その登山口からのデータが取れなくて、それで行方不明の方を探す時に登山口にいたっていうことは分かったんですけども、そこからの行動パターンが分からなかったので少し時間がかかってしまって、最終的には警察の捜索も打ち切りになった後に仲間の人が有志で捜索された方が見つけたというような事例もありました。その時も、まあ、ガーミンの GPS であれば衛星通信を使っていればその後もずっとトラッキングは終えてたので、もっと早く見つかったのかなということがありましたけども、まあでもないよりはマシで、そこの登山口にいたっていうことが分かればそこから追っかけてはいけるので、全くそれもなければですね、本当どこ登山口を間違えたのかなっていうところも捜索範囲に入ってくるとかなり広範囲になってしまうので、そういう面ではそれを使ってそのアプリを使っていたことで最小限では抑えられなかったですけど、まあ短期間で見つけることができたというような感じがあります。またそういうアプリを使うことでですね、本来なら例えば3泊4日で登山に出かけるとその4日目に帰ってこないっていうことがあって初めて家族がおかしいなっていうことで捜索願いって出るんですけども、もし実際にですね何かトラブルアクシデントがあったのが本当に初日であってもそのあと3日間とかは何もわからない状態で捜索にも入らない、捜索その遭難したっていうこともわからない状態になってしまうので、そういうアプリを使うことでより早くですね、1日目なら1日目の夕方にはあれおかしいなっていうことに気がつけるっていうところでは早く捜索に入れる、救助に迎えるということではすごくメリットがありますので、ぜひスマホのアプリもしっかりバッテリーのですね余裕を持って使って山に行っていただくのと、そういった自分の位置情報っていうのを共有していただければというのが、まあスマホを使っての、まあ、登山で最大限のこうメリットかなというところで僕はお勧めしたいなと思います。ちなみにですね、そのヤマップさんとかヤマレコさん、ジオグラフィカの場合は、あらかじめ自分が行く山域のですね、地図をダウンロードしておけば、県外の中でも地図データはこの中に入っていれば、GPS はしっかり使えるので、その位置っていうのは確認ができると。そういう準備が、下準備が必要ですけども、非常に便利な、昔の登山とは違って、有効に使えますので、ぜひそういうところを活用してですね、安全登山っていうのをしていただければなと思います。僕がまあお勧めしたいのはやっぱりスマホを持って行ってくださいということと、あとは電池をしっかり余裕を持って使えるようにモバイルバッテリーとかを活用していただくというような感じでお願いしたいなと思います。またまだガラケーを使っているお父さん、本当にね、今も一件捜索のまあ問い合わせというかご相談をいただいているのが群馬県で、まあ79歳の方がまあ、行方不明になっていても1週間以上10日近くなるんですけど、携帯電話持っていなかったりとか、持っていてもガラケーだったりとか、あとはうまく使えてなかったりとか、もう車に置いていっている人もいますね。あまり使えないからといっても車に置いていっている方とか、そういう方も結構いらっしゃって、まあ見つからないっていう、まあ一つせっかく持っていても使いこなしてなければ、そういう面ではちょっと役に立っていないっていうか役に立てていないっていうことがありますので、いろいろ登山道具揃えたりとかいろんなことで勉強したりとかされる方もいらっしゃると思いますけども、ぜひそのスマホの使い方っていうところも、まあお孫さんとか息子さん娘さんにも教わりながらですね、ぜひマスターして、まあ最低限そういった安全に使えるアプリっていうのを使えるようにしてですね、登山をしていただければなと思います。また写真とか SNS っていうのを有効に活用することでも、自分の位置情報っていうのを、まあその時間とですね、そのどこにいたっていうことを外部の人に知らせることができますので、僕なんかはもう Facebook とかで登山口でパシャって撮って Facebook アップロードして、で
分岐とか休憩してる時にもパシャッと撮ってアップロードする。そうすると最低限そこに何時にいたっていうことが後からですね、身内の方でも警察でも確認して、そこから捜索っていうのは絞り込めますので、まあそういった感じで、もし何もなくても SNS をうまく使っていただければ有効に活用できることがあるので、まあそういうところをですね、使えるようにしていただければなと思います。まあ若い方はですね、もう普通に使いこなしていると思うので、それほど問題はないんですけど、特にご年配の方はまだ使いこなせていないという方はですね、ぜひ使えるようにしていただいて登山に出かけていただきたいなと思います。ということで今日は、まあ、僕がお勧めしているスマホの使い方はこんなもんなんですけど、まだ他に便利な使い方とかがあればですね、コメント欄とかにいろいろいただければまた皆さんの参考になると思いますので、コメントもよろしくお願いします。それではまた。あとですね、話は変わりますけど、ちょっとお知らせがあります。バックカントリー穂高で運営している登山教室は、ね、今期、まあ6月からできるかな、6月ぐらいからちょっと再開したいと思います。ただ登山教室の一部内容を変更して開催をしていきたいと思いますので、また詳しくはですね、登山教室のホームページ、まだちょっと更新できてないんですけど、更新随時していきますので、もし参加されようという方はですね、チェックしていただければと思います。概要欄にリンクも貼っておきますので。でも今、今の時点ではまだプランをですね、まだ練ってないので、これから練るところで、まあ一応目標としては6月から再開したいなと思っていますので、今までですね、7回のセットで登山教室を開催してたんですけども、まあこのコロナのまあいろんな対策を考える中で、まず基調講習っていうのはちょっとオンライン式にして、これからですねオンラインの基調講習っていうのを作ってですね、それをご覧いただいて、で実際に現地の講習はまあマスクしたりとか対策をしたりとかしながら少人数で開催したいなと思います。で今までセットの7回っていうことをセットにしないでですね、例えば地図読み講習というだとか、ロープワークの講習だとか、岩場の講習っていうのを単発で参加できるように、申し込んでいただけるようにしていこうかなと今は考えています。それから、その講習もですね、岩場の講習とかも、例えば場所を変えてですね、今回はここの場所、今回はこの岩場で講習をしますよ。で、その中で、やっぱり岩場が変わると、ちょっと内容とか、注意しなきゃいけないとか、テクニックや技術っていうのも変わってくるので、まあそういうものもですね、膨らませながら、開催していきたいなと思います。またできれば、まあ、岩場の中に行ってですね、そこで実際の岩場の登山道なんかで講習できればなとかっていうのも考えていますので、やっぱ安全登山には多少危険なところっていうのも回避できる能力っていうのも必要になりますので、そういう登山教室を開催していこうかなと思っていますので、6月ぐらいから再開できればなと思っています。秋ぐらいまでですかね。冬場はちょっとまたコロナの今度の次のまた拡大っていうのが予想できないので、とりあえずは6月7月8月9月ぐらいまでは開催していこうと思いますので、ぜひ参加してください。で、その内容は登山教室のホームページに随時掲載していきますので、そこから自分はここがちょっと苦手だなと思うとことか、そういうものを克服するために参加していただければなと思います。ということでお知らせでした。それではまた。